助動詞、キャン、疑問文。さて今回は、ここに書いてある例文について一緒に勉強しようね。まずは一つ目の例文。そのポスターはどこで買えますか ?Where can you buy the poster?Where can you buy the poster? そして二つ目の例文。いつ私の家に来ることができますか ?When can you come to my house? それではこの2つの例文について説明していくね「Who Can」っていう文章を前回習ったんだけどその「Who」を「Where」や「When」に変えることで「どこで何々できますか?」「いつ何々できますか?」っていう疑問文を作ることができるんだよ例えば どこでテニスができますか公園でできます Where can we play tennis?You can play tennis in the park.Where can we play tennis?You can play tennis in the park. In the park. 見てみると Where そしてふうキャンの後につづいたようにキャンを使ったふつうの文がこの後につづいているよね答えるときは場所をあらわす言葉を入れて 公園でできますっていうふうに答えてるよね。こっちも見てみると、いつ宿題を終えることができますか ?2 時間でできます。When can you finish your homework?I can finish it in two hours. You in two hours. こっちも見てみると、When そして Who can の後に続いた 普通のキャンを使った文があとに続いているよね。そして答えるときは具体的にキャンを使った文で答えてるよね。このように Where と When を who と入れ替えるだけでどこでテニスができますかっていう文にしたりいつ宿題を終えることができますかっていう文になったり いろんな疑問文を作ることができるんだよ。もう一度おさらいしておこうね。Who can? の who を where や when に変えることで、どこで何々できますかいつ何々できますかっていう疑問文を作ることができるんだよ。